これまで数々の敵を打ち倒し、何度も世界を救ってきた我らがヒーロー、ソニック・ザ・ヘッジホッグ。そんなソニックが完膚なきまでに打ちのめされ、敗北してしまったことがあるのをご存知でしょうか。あのソニックが一方的に蹂躙され、時にはなんと命を落としてしまうことも。ということで今回は、そんなソニックの敗北の歴史を一緒に見ていきましょう。かなりショッキングな映像もあるから、苦手な人は注意してくれ。それでは、早速スタートです。美しい映像と、RPG 顔負けの秀逸なストーリー。そして極悪な労働時間でおなじみの、2006年版ソニック・ザ・ヘッジホッグは、ソニックが最もひどい目に遭った作品です。今作の中でソニックは、超能力を操るハリネズミ、シルバー・ザ・ヘッジホッグにボコボコにされてしまいます。最初にシルバーと遭遇するのは、ソニック編の序盤。綺麗な王女様、エリスと散歩していたソニックの前に、シルバーが姿を現します。そしてシルバーはソニックをイグリーストリガーと呼び、問答無用で襲いかかってきます。序盤のシルバーは本当に話が通じない。基本接近戦で戦うソニックにとって、超能力を操るシルバーは相性最悪。ソニックはシルバーに手も足も出ません。ちなみにここでは、実際にシルバーとの戦闘があるんだよな。このシルバー戦は、今作切手のトラウマ戦闘です。シルバーに近づくとサイコキネシスで動きを封じられ、そのまま吹き飛ばされてダメージを食らいます。時には壁際に追い詰められて、そのまま積んでしまうことも。ここマジで初見殺しだった。シルバーにダメージを与える方法は、シルバーが物を動かしている間に攻撃すること。しかしこれはノーヒントなので、プレイヤーは自力でこの攻略法に気づかなきゃいけなかったんですよね。本当に何度死んだことか。今作をプレイした人全員、深いトラウマを植え付けられただろうな。シルバーを許すな。そんなこんなでシルバーにボコボコにされたソニックですが、仲間のエミーの助けもあり、なんとかその場を切り抜けます。しかし物語の中盤で、再びシルバーに見つかったソニック。そしてまたしても、シルバーに蹂躙されます。今度こそもうダメだぁ。今度こそとどめを刺されるかと思いましたが、今度はシャドウに助けられ、再びその場を切り抜けました。友達多くてよかったねソニック。その後シルバーはいろいろあってソニックの仲間になるのですが、結局最後までシルバーには勝てずじまい。ソニックが負け越してしまうという、非常に珍しい展開ですね。ちなみにこのシルバーというキャラクターは、超能力が使えるという他に、未来からやってきたという設定があります。シルバーの住む未来の世界は、イグリースという炎の魔物によって破壊し尽くされ、荒れ果てていました。シルバーはそこでイグリースと日夜戦っていたのですが、このイグリースは何度倒しても、しばらくすると復活してしまいます。何の打開策も見出せずに、苛立つシルバー。そんなシルバーの前に、シャドウによく似た人物、メフィレスが現れ、世界がこのような姿になったのは、かつてイグリースを解き放ったイグリーストリガーのせいだと、シルバーに伝えます。そしてメフィレスはイグリーストリガーの姿をシルバーに見せるのですが、そこに映っていたのは、なんとソニックでした。未来を救いたい一心だったシルバーはメフィレスの言葉を信じ、イグリーストリガーを倒すことを決意。そしてメフィレスの力で過去に戻って、ソニックと対峙することになったのです。シルバーはもともとすごい正義感の持ち主なんだよな。ただまだ若くて暴走する時もある。最初にソニックを取り逃がした後にも、誰かを殺して世界を救うのは正しいことなのかと思い悩むなど、なんだかんだで迷いもあったみたいですね。誰よりもまっすぐで、正義感の強いシルバー。確かにまだ未熟で突っ走ることもありますが、そこも含めて魅力的ですよね。ソニックのライバル、シャドウを主人公にしたスピンオフ作品、シャドウ・ザ・ヘッジホッグ。2005年に発売した今作には、プレイヤーの行動によってストーリーが分岐する、マルチエンディングシステムが採用されています。いい行動をすると正義の味方に、逆に悪い行動をすると人類の敵になっていくんだよな。今作のシャドウは記憶を失っているため、プレイヤーの選択次第で善にも悪にも染まってしまいます。記憶のない人物の危うさを、うまくゲームシステムに落とし込んだ名作ですね。そんな今作も、ソニックが敗北してしまう珍しい作品の一つです。今作の中で最悪のエンド、すべてのステージでダークミッションをクリアしたルートでは、ラスボスとしてソニックが登場します。そしてこのラスボスを倒すとエンディングを迎えるのですが、そのムービーの中では、ボロボロになったソニックの姿が描かれます。カオスエメラルドをすべて集めたシャドウに対し、そいつで何をするつもりだと尋ねるソニック。するとシャドウは、自分は、愚かな人類を裁くために生まれた天よりの使者。この奇跡の力で、醜い世界を滅亡へと導く、と宣言し、悪役よろしく高笑い。そしてそのまま、スタックロールになるんです。このエンディング本当に後味悪いんだよな。途中のステージでも人間倒しまくるし、両親の呵責がすごくてトラウマ。ちなみにソニックが敗れるエンディングは、他にもいくつか存在します。例えばこちらのエンディングでは、シャドウが今作の敵キャラ、ブラックブームに寝返ったバージョンです。なぜ奴らの味方をするのか尋ねたソニックに対し、自分は闇の支配者、ブラックブームに選ばれし最強の戦士。彼らと共に、この奇跡の力で醜い世界を暗黒に染める、と宣言。そして再び高笑い。このエンドもなかなかひどいな。でも世界壊さないだけまだマシか。続いてこちらのエンドでは、シャドウがこの世で最強になろうとします。
ソニックを倒して最強になったことを確認し、高笑い。もはやちょっと面白くなってきた。今作には10個のエンディングがあるのですが、そのうちの3つでソニックの敗北を見ることができます。ソニックが負けるのはショックだけど、シャドウが相手ならまあしょうがない。ちなみに、今ではシリーズ中で屈指の人気を誇るシャドウですが、実はこのシャドウ、もともとはデビュー作のソニックアドベンチャー2だけに登場する予定でした。ソニアド2のラストでシャドウは、ラスボスとの戦いを終えた後に力尽きてしまいます。本来はここで死んでしまう予定でしたが、あまりの人気っぷりに急遽続投することが決まり、その後のシリーズにも登場するようになりました。結局シャドウが主人公のスピンオフまで作られたくらいですから、この時シャドウを続投させたのは素晴らしい決断でしたね。ちなみに今作のシャドウは記憶を失っていると言いましたが、これは先ほどのソニアド2の後遺症だったりします。今作でシャドウは自分を取り戻して、さらにかっこいいキャラに成長するんだよな。ぜひいろんな人に遊んでほしい作品だぜ。2017年、前作から4年の歳月を経て発売された、ソニックフォースという作品。このゲームにも、ソニックが完膚なきまでに叩きのめされる場面が登場します。今作の序盤、ドクターエッグマンに追い詰められたテイルスの前に、ソニックが颯爽と登場。エッグマンのメカを次々と破壊し、テイルスたちを救い出します。これで終わりだ、ドクターエッグマン。高らかに勝利宣言をしたソニックでしたが、当のエッグマンはなぜか余裕そう。すると次の瞬間、過去にソニックが戦ってきた強敵たち、シャドウ、ザボック、メタルソニック、カオスの4体が現れます。さらにもう一人、見たことのない人物も姿を現しました。彼らは総出でソニックに襲いかかり、ソニックを袋叩きにします。なんとか応戦しようとするソニックですが、さすがに多勢に無勢。ソニックは彼らに敗北し、エッグマンに捕まってしまうのでした。初っ端からソニックが負けるのマジで衝撃だったな。今作は世界の 99% を支配したエッグマンに、ソニックの仲間たち率いるレジスタンス軍が立ち向かうというストーリーで、いつもコミカルなエッグマンも真面目に悪役やってます。このソニックの敗北は、今作のエッグマンは一味違うとプレイヤーに印象付けた、強烈な演出でしたね。ちなみに、先ほど現れた見覚えのない敵キャラは、インフィニットというキャラクターです。相手の五感を操るファントムルビーという宝石を持ち、その力で相手に幻を見せてきます。ということはさっきのシャドウたちも、インフィニットが作った幻ってことか。簡単に言うとそうなのですが、ファントムルビーの力は非常に厄介。なんとこの石の力を食らった者にとっては、見せられた幻が現実となるのです。つまりこの4体はインフィニットが作り出した幻には違いないのですが、その力を食らったソニックにとっては、紛れもない本物になってしまったということになります。なんだその能力、チートだろ。ちなみに今作の終盤では、このファントムルビーの力を使って太陽を作り出し、レジスタンス軍全員を焼き殺そうとします。ちょっと無茶苦茶すぎて言葉が出ない。さすがにそんなチート能力使われたら、いくらソニックといえども太刀打ちできない。このインフィニット戦の敗北は、ある意味仕方がなかったと言えるでしょう。ですがその後ソニックは、仲間たちの助けを借りてエッグマンの元から脱出。インフィニットにもしっかりリベンジを果たしました。たくさんの仲間がいるソニックは、ちょっとやそっとじゃ倒せないぜ。まあリンチされて捕まったとはいえ、命まで奪われたわけじゃないですからね。次のシーンは本当にヤバいから、みんな注意してくれよな。最後にご紹介するのは、再び2006年版ソニック・ザ・ヘッジホップから。先ほどシルバーにボコボコにされた様子をご紹介しましたが、今作ではソニックがもっとひどい目に遭います。メフィレスこっちみんな。物語の終盤、またまたエリスと散歩をしていたソニック。するとその背後から、例のシャドウにそっくりな人物、メフィレスが現れました。そして。ソニック。このシーンは本当に衝撃だった。っていうかショックすぎてしばらく呆然としたぜ。一応 0A なんですけどね、このゲーム。子供が見るには少々ショッキングな映像です。まさかソニックが死ぬなんて。これまでの敗北シーンが霞んでしまいますよね。ちなみにこの後、ソニックの死を目の当たりにしたエリスが涙を流すと、エリスの体内からイブリースが登場します。そしてメフィレスと融合し、太陽神ソラリスへと変貌。その衝撃で、なんと時空が消滅してしまいます。待て待て待て、
急にスケールがでかすぎる。実は、シルバーの住む未来世界をめちゃくちゃにしたいブリースと、シャドウにそっくりなメフィレスは、もともとソラリスという一つの存在だったのです。しかし今から約10年前に、エリスの父親がソラリスの研究に失敗し、イブリースとメフィレスという二つの存在に分かれてしまいます。そしてメフィレスは、闇の帳というアイテムに封印され、イブリースの方は、当時まだ幼かったエリスの体内に封印されたのでした。今作のシャドウ編で闇の帳が破損し、封印から解放されたメフィレスは、自身の片割れであるイブリースの封印も解こうとします。イブリースの封印を解く鍵は、エリスの涙。つまり、エリスを泣かすことができれば、イブリースの封印を解くことができます。しかしエリスは、何があっても泣いてはいけないという父親の言いつけを忠実に守っていて、なかなか涙を流しませんでした。そこでメフィレスは、エリスが思いを寄せていたソニックを、エリスの目の前で殺害するという暴挙に出たのです。マジ何してくれてんだこいつ。メフィレスはシリーズ1の大罪人と言っても過言ではないですね。ソニックの死を知った仲間たちの反応が、また涙を誘います。エミーちゃん。しかし、ここで終わらないのが我らがソニック。この後ソニックは、仲間たちが集めてくれたカオスエメラルドと、エリスの思いの力によって見事復活を果たし、ソラリスとの最終決戦に挑むのです。このシーンは本当に鳥肌もの。以前このシーンを解説している動画を投稿しているので、もしよかったら見てみてください。以上、ソニックの敗北シーンでした。今回はかなりヘビーだったな。やっぱりソニックが負けるところは見たくない。ソニックは普段がかっこよすぎるので、こういった敗北シーンは余計にショッキングですよね。皆さんの思うトラウマシーンも、ぜひコメントで教えてもらえると嬉しいです。たくさんのコメント待ってるぜ。また動画が気に入っていただけましたら、いいねやチャンネル登録もぜひお願いします。それでは、次の動画でお会いしましょう。